どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もパトロールやっていきたいと思います。今回はですね、こちらの半分に真っ二つに割れてしまったこのパトカーでパトロールやっていきたいと思います。すごくない?これめちゃくちゃ綺麗に半分に割れてます。これで動くのかっていう感じなんですけど、ちゃんとね、動くみたいです。じゃあ乗っていきましょう。おー、すごいね。ちゃんとエンジンついてるよ。すごすぎる。おー、すごい。そして動かすこともできるみたい。おー、曲がれるぞ、ちゃんと。おー、やべー。なんだこれ。すごすぎない?あー、ライトつけれる。あ、ライトもつけれた。サイレンもちゃんと鳴らすことができるみたいだね。じゃあちょっとね、まず最初に、なんか車をね、犯人が乗った車を追跡しろということがあったので、そちらに向かいたいと思います。すごい走れてる。半分しかないのに走れてんのすごくない？エンジンも半分になってるんだけどね。すげえ、ちゃんとまともに動くのがすごい。なんもないんだけど、特に違和感がないっていうか、別に全然操作もね、やりやすいね。すごくない？それさあ、どの車を追跡してるんだろう。なんかどれかわからんけど、これか、この車みたいだね。この車みたいです。待ちなさーい、止まりなさーい、追いかけよう。待てー。あー、めっちゃぶつかった。信号機破壊しましたね。さあ、これで激突したらどうなるのか、ちょっとやってみようか。待てー。すごっ、エンジンまで真っ二つ。めっちゃスピード出るね。嘘でしょ。さあ激突だー。ほらー、ぶつかってやるー。あー、まだ逃げてるぞ。しぶといな。さらにパトカー呼んでみよう。おー、すげえ怖っ。めちゃくちゃ怖いこれ。すんげえ逃走してる。おお、いた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 。待てい、諦めたみたいだね。よーし、逮捕だー。さあ、武器は持ってないか。よーし、逮捕されました。すげえ。このパトカーめっちゃ使える。なんかもう全然使い物ならんパトカーかと思ったら普通に使えるんだけど、すごすぎる。あー、なんか車を盗んだぞ。あれか。うわー、撃った。保安官が撃ったけど。待てー、止まるんだー。車両窃盗発生しました。追跡に向かいたいと思います。すげー、サイレンもめちゃくちゃバグりまくってるけどね。あー、怖い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 、危ない。おー、なんなのこれ、操作性めちゃくちゃいいんだけど。すごい。あー、やばい。あ、やば。あー、あー、こんなことになっちゃった。ひっくり返った時は怖すぎる。あー、ちょっと待って、待ちなさい。やばい、逃しそうだ。絶対逃さんぞ。さらにパトカーとヘリコプター呼んでおきました。さあ、どこにいるんだろう。うわ、危ない危ない、めっちゃ逆走してくる。多分この先に逃げてるんじゃないかなと思うんだけどね。見つけました、逃さんぞ。ドーン、まだ逃走してる。おお、トラックにギリギリ当たらなかったね。やば、ちょっと待って、左に行こう。すげえ、めっちゃ壊れてきた。エンジンがもうやばい、遅れてる。めちゃくちゃ逃走してます。フロントめっちゃちっちゃくなってきてるね。待ちなさーい、ほらー。さあ、どうなる。まだ逃走しております。待てー、うおらー。すごくない？半分でまだまだ戦えるよ僕は。さあ、パトカーの要請しよう。まだまだやれる。前にスパイク班を置いてもらおう。 OK、 これでタイヤをパンクさせる。ほら、そっちだ。
ケイ、タイヤパンク。いいね、止まったか。さあどうなった、諦めたみたいだね。ドーン、ケイ逮捕だ。降りてくるんだ、諦めろ。すごい、もうボロボロパトカーがめっちゃボロボロになっちゃったね。さあ降りてこい。ケイ、いいね、降りた。うわー、引かれた大丈夫、保安官の人。さすげー、事故が発生したけど。よし、いいぞ。ちょっと待って、これトランクから荷物を出すことができるのか、ちょっとやってみたいね。出せそうだね。ということで、ちょっとライフルを出してみようか。あ、開けた、トランク開けたオッケー、ライフル出したぞ。いいね。もうこれ常に斜めっちゃってるんだね。これ体勢は立て直せなさそうだね。これは整備不良にならないのか、謎すぎるね。なんか逮捕に抵抗してるらしいですね。そちらに行ってみようか。けー、なんかバレたらダメなんでね、ちょっとサイレンはね消しておきたいと思います。すごい、なんかバイクみたいにこんなこともできるねさあこの近くにいるみたいだ。確かめよう、どれだ。あ、いた、この白い車か。待てー、そこにいたか。赤信号無視してます。待ちなさーい。なんか GPS トラッカーを設置しろって書いてあるね。これで OK、 取れた GPS トラッカーね。なんか危険な追跡はしないんで置くのかな。でそれでゆっくりと、まあ、GPS ついてるんでね、相手がどこに行ってるのか分かるんで、自宅まで行ったところを逮捕するのか、もしかして。まあ犯人はやったぜ、巻いたぜとかね思ってるかもしれないけど、実は残念ながら GPS がねついてるというね。なんか無線機までこれ半分になっちゃってるよねすごすぎない。ね、犯人のお家はどこにあるんだろうか。あ、着いたのかな、家に。あれが家なんかな、多分着いたっぽいですね。よし、そちらに向かいますか。警察署のめっちゃ近くじゃない。警察署の裏に住んでるみたいですね。犯罪者なのにそんなとこに住むなんてお、見つけたぞ。これが犯人の車だね。なんていう放置の仕方だ。警備終わりだ、警察だ、やば、撃ってきた、やべ、ギャングどもだった、撃ってきたぞ、やべ、やばい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 、死ぬ、死にそうですやべえ、めっちゃ撃ってきてる。ここもうめっちゃ無敵なんだね、全然弾が当たらない。すごー、来た来た来た、いいぞいいぞいいぞ。白バイも来てくれたね。無敵すぎる、ここのポジション。弾が貫通しないぞ。オッケー、撃たれてる、みんなから。よーし、いいぞ。さあ、終わりだ、ショットガンでも撃たれたね。オッケー、うわ、めっちゃ撃ってるぞ、まだ生きてんぞ、これ。スワットチームが来た。すげえ、めっちゃしぶとい。え、どんだけしぶといんだ、あれ。おお、死んだ。いや、みんな助けに来てくれてありがとう。すげえ、これ全員さ、ギャングとは思わなかったよ。こんだけもいたんだね。なんで警察署の後ろにこんなギャングの家があんだすげえでかい警察署なのにね。いや、今回のミッションは初めてですね。この GPS つけたりすることができるのがちょっとびっくり。この車もね、壊れちゃったみたいだね。撃たれすぎてもうエンジンがつかなくなっちゃった。おー、ということで回収されました。こっから見たら普通なのに。あれ、こっちから見たら半分ない。もう絶妙なバランスで動いてるよね。全然火花が散ったりしないんで。素晴らしいですね。どうやらこのトラックがね盗まれたみたいで、追跡に向かいたいと思います。めっちゃ危険な運転してるね。止まりなさい、めっちゃ赤信号無視してるぞ。これすげえフラフラしてるな、どっちに行くんだこれ。
止まるんだ。これ研究所から盗まれたみたいだね。すごい薬品とかいろいろ載ってそう。うわー、人を引きそうになってる。待てー、半分だからって言ってね。うわー、ぶつけられた。めっちゃ押し出された。これはちょっとね、スワットチーム呼んどこう。止まるんだー。おお、すげえ、大量のスワットが来たぞ。かっこいい。これは危険な化学物質をね、積んでる可能性があるので。あー、積んだー。めっちゃ逃げてる。どんだけ信号無視するんだこれ。よし、みんないてくれ。おお、続々と来てるね。あー、めちゃくちゃ来たぞ。さあ、行って行って行って、どんどん。おお、すげえ打ち合いになった。わあ、すげえ。めちゃくちゃ打ってる。迫力満点すぎる。いや、めっちゃ怖えな。流れ弾には気をつけよう。一般人めっちゃ巻き込まれてる。ほら、止まれーって感じか。こっちから撃ってみよう。いいね。めっちゃ逃げてるぞ。まだ逃げてる。こんだけ撃たれてもまだ逃げるんだ。すごっ。よし、エンジンを破壊するまで撃つか。止まれー。えい、タイヤに当たったぞ。よーし、いいね。まだ逃走すんのかこれ。待てい。タイヤ打っとこう。オッケー、いいぞ。スワットチームが出てきた。武器持ってんぞ向こう。武器持ってる持ってる持ってる。やめてー、撃ってきた。持ってる。やべー。オッケー、ということで肝心なとこでクラッシュした。なんだそのポーズは、一体。うわー、なにこれ。出てこーい。さて、ということで、さて、一体何キロ出るのか、ちょっとやってみましょう。めちゃくちゃ加速早いな。半分しかないのに。見て、これがエンジンです。もう抜群の安定性だね。素晴らしい。いやー、怖ー、これ。めちゃくちゃ怖いぞ、この地面。ということで、なんと最高速度は164キロという爆速。この状態で恐ろしい。さて、こんな感じでした。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。